はいどうもこんにちは、ハチさんです。ストリートファイター2、製品版ですね、2日目やっていきたいと思います。2日目にしてですね、いろいろ気づいたことがありましたので、そちらを解説していきたいと思います。今のところメインで使っているのがこちらの竜となっております。まずね、竜の、解説ということで、まずこの弱パンチですね、この立ち弱パンとしゃがみポパンとなっております。これどちらでもまあキャンセルが効きますね。これヒット確認も多分できそうで、こんな感じ。あまりこれね、試合とかで使うことはないかなと思うけど、こういうこともできるし、ヒット確認、ポパポパヒット確認、スーパーズ1のシンク波動拳しっかりね、つながりますね。そして次にですね、中パンチなんですけど、8中パンがちょっとびっくりしたね。これモーション的に近距離中パンなんじゃないのっていう感じ、円中パンがないんだよね。驚きました。これがしゃがみ中パンで、これはよくある竜のしゃがみ中パンという感じで、使い勝手が良さそうですね。これね、立ち中パンなんだけど、連続で目押しかな、ノーキャンでこう連続でなので繋がったり、真空波動拳まで繋がります。画面端とかでチャンスがあれば狙っていけそうな感じがします。そして立ち中盤で前に出ると、この鎖骨割りですね、俗に言う中ゴス、これね結構試合とかでももうガンガン出ます。投げます、もう早出しのコメントにかなり最速で振らないとね、中断が間に合わないっていう感じですね。持続当てでなんかコンボつながるかなと思って結構試してみたんですけど、今のところつながりませんね。なんか持続当て1段あたりで真空波動拳がつながるとか、そういったことはどうやらなさそうです。強パンチですね、これね、強パンチすごい前出るんですよね。これダチ、こんな感じでターゲットコンボねつながりますね。ダチ大パン、ダチ大剣がつながり、後ろ入れでこんな感じで対空アッパーになります。でこれ近くでやると不思議なんですけど、こんな感じでショートアッパーになるんですね。しゃがみ強パンチなんですけど、この対空アッパーまあまあ使えるかなっていう感じだけど、これ近距離で当てるとショートアッパーになるんだよね、こっちもね。そして前入れ大パンですね、これ大ゴス、これ中パンつながるんですよ。これこんな感じで真空波動拳までつながります。完全にヒット確認ができますね。強昇流拳がつながらないので EX だったら間に合います。画面端で大ダメージを狙っていけますね。はい、で次にですね、弱キックなんですけど、これが立ち壊し、これスト5とかでもと同じようなモーションだよね。これは波動拳だ、キャンセルピックなんで昇竜拳もキャンセル可能、壊しなんですけど連打可能、キャンセル可能。これコパンにルートを派生できますね。こんな感じ、3ヒットキャンセルはこんな感じで効くんだけど、真空波動拳ですとか、キャンセルがね効かないんですよ。新昇竜拳もこの壊しからはねいけないんですよ。壊しからヒット確認スーパーアーツを行こうと思ったら、壊しコパンを経由しないとできませんね、これ。はい、これね結構試合でもう使ってますね。壊しコパン、壊しだけでの、ヒット確認スーパーアーツができないので、その辺ちょっと、気をつけてやっていきたいかなと思います。なのでこのね、弱系が壊しですよね、かなり弱体化してるっていうか弱く作られているなっていうことに気がつきました。はい、そして、中キック、これが結構ね使いますね、牽制で、試合でも結構これ使ったりします。なんかね、思ったより長くて相手を結構拒否ったりできます。前に出るんだよねこれね。はい、こんな感じで拒否技として間合いを維持するのに使えるかなっていう感じがします。中足波動拳、中足ソフト、強キックなんですけど、これが対空で、もう結構使っていけますね。昇竜拳が間に合わないなと思ったり、昇竜のスカッシュを狙ってくるような飛び出したら、このちょっと遠めのですね、立ち台系で落としていくっていう感じです。で後ろに入れるとこのネリチャギキャンセルが効いて真空波動拳がしっかりつながります。昇竜拳も、はい、こんな感じでヒット確認、2攻めで相手が、暴れてくるなと、これ
近距離用として使っていけるかなっていう感じがします。そしてマイダイ系ですね、これマイダイ系、こういったことが可能でございます。これはなんかね、ゼロスリーの旋風脚を彷彿させるような技ですね。これもちょこちょこ、まあ、試合とかで振っていきます。ユーにしてはかなりもう距離が長い技ですね。しゃがみガードでも、ガードができるような技となっております。まあ、そしてこちらがよくある台足ですね。台足、よくも悪くも普通の台足っていうか、ガードされた時に攪拌があるかどうかまだね分かってないんですけど、足払い合戦とかでこういうの唐突に振るっていうのもいいんじゃないのかなとは思いました。投げですね、はい、さあ前投げがこんな感じで一本強い、そして後ろ投げ、巴投げですね。このドライブインパクトですね、前へ一気に踏み込んで正拳という感じ。はい、次にですね、必殺技なんですけど、まあ、これが普通の波動、これが超波動、オーバードライブだと思います。2段技で発生も早いなっていう感じがいたします。まあ、このゲームね、このパリがあるので、結構もう試合とかでパリとかしてドライブゲージ、ね、回収されちゃいます。試合やってるとね、結構これがオーバードライブがね有効すぎちゃって、ドライブゲージねすぐになくなっちゃう、エンプティーになっちゃうっていうことが多々あります。なので、まあ、当然波動拳の通常波動拳を振ってからもオーバードライブ波動拳っていうのを意識していきたいかなと思います。下下コパンで、まあ、名前忘れましたけど、こんな強化状態でですね、それで波動拳を、はい、強化状態の波動拳を一発だけ打てるようになります。遠距離でダウンが取ることができれば、まあ、自分は結構もうこれ対応してますね。ドライブゲージを節約しているかなっていう感じです。では次は昇竜拳ですね。中昇竜、強昇竜、オーバードライブ昇竜拳、間が飛んできてくれれば昇竜拳を合わせるかなっていう感じです。ヒット確認で、はい、画面端でこういったつながりますね。こういった感じで昇竜拳ですね、発生も早いですので、コンボに入れていくこともできます。そして即答ですね、コマンドが波動拳キックなんですよね。波動拳キックで、はい、こんな感じで出すことができます。でこのね、弱速と中速とはまあ分かるんですけど、この大速とがですね、コンボ用途ではないですね。間合いを潰していけるような速度技です。ガードされた時にさすがに攪拌あるかなとは思うんですけど、中足オーバードライブでこんな感じで真空波動拳で追撃、こんな感じでレベル3大ダメージですね。中足イエクオーバードライブ速度、そしてこちら竜巻旋風脚ですね。これ弱達、中達、中達にも結構いくよね。この大達なんですけどね、まあ、波動拳と打ち合いしてる時とかに波動拳に合わせて竜巻すり抜けてこうやってダウン取りに行くっていうことももう結構やってます。で驚いたのがね、後ろジャンプ空中竜巻できないんですよ。垂直もできない、できるのはこの前だけなんですよ。前だけできる、オーバードライブ竜巻旋風拳、相手が置き攻めで投げをしてくるかなとか打った時に起き上がりにこれ使ったりします、うん、空中でも真空竜巻できますね。相手の波動拳を踏まないようにするときとかに、まあ、使いそうかなっていう感じがします。破傷撃、これちょっとびっくりしましたね。このストロークで追加された技なんですけど、近距離を一気にこう潰しに行く近距離を波動拳っていう感じで今のところ自分は認識してます。こんな感じでレベル3だったらオーバードライブ破傷撃からキャンセルが、まあ、可能ですね。ターゲットコンボなんですけど、中パン、ジャブキック、台形がつながりまして、こんな感じの最後の台形をガードされた時、攪拌があるかないかね、ちょっと気になるところですけど、次にスーパーアーツ、まあ、レベル1が真空波動拳、これ使いやすいね。大体の技からお手軽にこんな感じでヒット確認も可能となっております。 EX 速度からの追撃としてもまあ優秀で、こんな感じで、はい、つなげることができます。では次にレベル2ですね。こちら新破傷撃、こんな感じで中盤中盤新破傷撃、
人確認が、できますね。レベル3の新商業券なんですけど、こんな感じで壊しコパン人確認が可能ですね。はい、もう全ての必殺技から、キャンセルが可能となってますね。昇竜拳、新昇竜拳も可能となっております。速攻でもできるし、昇竜からもできる。一通りですね、竜の解説は、できたのかなとは思います。2日目にして気がついたことなんですけど、弱攻撃がですねかなり弱く作られてるなっていう風に思いました。スト4スト5とかだと壊しやコパンから、目押しでなんか中盤大盤ウルコンみたいな地上ですね最大コンボが、壊しコパンからつながるようなゲームだったんですね。で自分はなんか弱攻撃からフルコンボがつながってしまう、スト4ですとかスト5が、すごく嫌で、ベチ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 当てていくのが僕見ててつまらなくて、スト4スト5を遊ぶのを敬遠していたんですね。しかしですね、このストリートファイター6はですね、本当にこの弱攻撃とかですね、特にこの小足ですね、めちゃくちゃ弱く作られていて、ここから新昇竜拳すらつながらないですからね、キャンセルができないんです。これ小足中盤なんとかっていう目押しコンボもありませんし、このストリートファイター6はですねシリーズ過去最高に、弱攻撃を弱くしているゲームであるということが判明いたしました。で私はですね、今までゼロスリーですとかサードストライクを遊んできた人間で、どちらかというとサードストライクに近いこのコパン小足の性能に戻したということですね。その分ですね、この中攻撃ですとか強攻撃、またこのドライブシステムね、そういったものを使ってくださいねっていう制作側の意図をはっきりと感じることができました。今までは超万能だった弱攻撃を弱体化して幅広く遊びやすい格闘ゲームを目指したんじゃないのかなと思われます。つまりこれはどういうことかと言いますと、スト4やスト5を諦めていた方ですとか格闘ゲーム初心者の方に遊んでもらいたいという意図を感じることができました。弱攻撃を弱くすることで格闘ゲーム初心者でも入りやすいような調整をしてくれたんじゃないのかなと思われます。弱攻撃のどういう風に使い振り分けていくかっていうのも考えていく必要があると思われます。はい、といったところで、竜の紹介とストリートファイター6の、お話をさせていただきました。今後もですねストリートファイター6のことで気がついたことがあれば、動画投稿していきたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。はい。